プレサンスコーポレーションの元社長山岸忍さんは2019年学校法人の土地取引などをめぐる横領事件に関与したとして大阪地検特捜部に逮捕・起訴されましたが3年前無罪が確定しました山岸さんは国に賠償を求め訴えを起こしていて今日の裁判では検事が山岸さんの当時の部下を取り調べる際 あなたはプレサンスの評判を貶めた大罪人ですよなどと迫る録音録画が公開されましたまた証人尋問で検事は取り調べで机を叩くなどした理由について取り調べに真摯に向き合って欲しかったからだと説明しました